セイバルトロメウ協会、ブラホビツエとは、チェコーロモーツ州、プロスチェイオフにある村落である。人口は、約3400人で、セイバルトロメウ協会、郵便局、数軒のパブがある。村が、初めて登場するのは1337年のことで、ある。1370年には、ブラホビツエ初の協会について言及されている。 この教会は1587年の大火事の際に消失したが、その直後に別の教会が建てられた。その教会は1831年に壊され、同年から1836年にかけて、ヤンヨセフの資金によって再建された。彼はクラリツェナ、ハネを持っていた人物である。ブラホビゼの近くにはトルペノビゼが位置している。1466年に、 ブラホビツェにこの村はつながり、現在ではブラホビツェの一部となっている。また、1960年から1973年にかけては、チェクフブキもこの村の一部であった。過去のブラホビツェは多くの家に所有され、1725年にヤン・ベドリチセーレーンがこの村を購入している。1848年、ブラホビツェに史上初の村長、 ヤンフレーボルトが誕生した。村が最も発展した戦艦機の村長はヨセフ・ストリーズであった。その時、プロスチェイオフとブルバー付きを結ぶ道と視聴者が建てられた。第二次世界大戦中はチェコスロバキア併合を経て、ナチスがこの地の上流域に観測所を設け、彼らは鉄道の位置をこの地から制御していた。第二次世界大戦が終結すると、 捕虜収容所がこの地にあったため、プロスチェイオフ地域はドイツ人のドイツへの送還を待機させる場所となった。1950年から1954年及び1973年以降、ブラホビツェはプロスチェイオフの一部となっている。そして現在でも、両集落では、恩因差が認められる。2004年12月9日、鉄道事故がこの地で発生した。 軍を乗せたトラックが列車に衝突したもので9人が死亡している。音楽家のズデニエクティルシャルとベドルジヒティルシャルの兄弟はこの地で生まれ、言語学者のフランチシェク・コペチュニーがこの地に長く住んでいた。サッカー選手のロスツスラフ・バクラビチェクもこの地で生まれ、彼のキャリアの当初はこの地の地元のチームであった。ブラホビチェにはソコルや消防団などの組織がある。 旧ブラホビツェ学会は2003年に設立された。2005年からは活動拠点を駅に置き、郷土史の研究や環境保護、町の広報などを行っている。また、2つの展覧会を行っており、ブラホビツェのハガキを発行している。通りに新たな名称を与える活動も行っており、その名前は村の重要な同胞の名前を付けており、ヨセフストリーズ。 フランチシェイク・コペチュニー、ズデニエクティルシャルラの名前が付けられている。現在では新たな公園を作る運動を行っている。ありがとうございます。